どうも、テラムシでーす。今日は今めちゃくちゃ強いと言われている新武器、シャープマーカーネを使っていこうと思います。この武器の何がやばいかというと、塗りの性能がとんでもないんですよ。もともとシャープマーカーって塗りが強い武器なんですけど、それに加えて、サブにヒューマンボム、スペシャルはトルネード、すべてが塗り特化。この武器がチームに一人いれば、塗りの心配はもういらないみたいな、それぐらい塗りが強い武器ですね。その代わりキル性能は、ちょっと低いんですけど。低くない。ジャンプ打ちぶれないの。マジ強いな。まあ普通の、カニタンククイボのシャープマーカーに比べると、キル性能は落ちるんですけど、吸盤でその分塗れるから、どちらも強いと。シャープマーカーマジで運営に優遇されてるよね。クイボカニタンクのシャープマーが暴れてたから、シャープマネオはラインマーカーラッシュとかめっちゃ弱いサブとスペシャルがつくと思ってたんですけど、まさかの吸盤トルネードっていうね、普通に優秀。多分任天堂の社員100人いたら95人はシャープマ使いだと思う。それぐらいシャープマーカー運営に愛されてると思う。うわ、今のクイボ欲しくなるな。クイボあったらやれたもんね。吸盤もいいところはあるけど、クイボが欲しくなってしまう。トルネードえぐいな。すぐ溜まるこの武器。5分間試合したら12回とか、トルネード吐けるらしいんだよね。だから今日の動画、頑張りたいな、12回ぐらい目指して。ナイスー。あれ？いける、俺ならいける、塗れる、シャープマーカー塗り強い。1カウントか。この試合絶対勝ちたいな。こういう試合負けると、しばらくスプラトゥーンしたくなくなる。まあ、とか言って負けても、数時間後にはスプラトゥーンまたしてるんだろうけど、ちょっと、こちらは負けれません。でもこのステージはトルネードと吸盤で無理やりエリア、取れたりすると思うから。待って、カウント思ってたよりやばい。喋ってる場合じゃないかも。危ない、やばい、チャージャーやばい。この奥トルネードからの手前塗り、これマジで強い。俺がデスしなかったらこの試合絶対勝てる説。オッケーオッケー、味方やられてるけど任せてほしい。俺が生きてれば一生トルネでエリア取れる。ナイス、相打ち。相打ち取ってくれたら、マジででかい。手前に敵いなかったらトルネでエリア取れるからな。ラッキーラッキー。エコーやばい。めっちゃ来る。うわー、なんかいたー。赤ザップ赤ザップだから。エコーの回転率えぐい相手。この奥トルネードからの吸盤。ジエンド。待って、恐ろしいほどにエリア止まんないんだけど。待って、俺トルネード今やったよね。トルネードむずくない？マジか。塗りたい。塗ったらみんな神だ。神！神すぎ、危な！味方もパブロないすぎ。やばい、手前にビーコンが。えぐいえぐいえぐい、すごい、すごい。動きがすごい。やばい、ラストスパートめっちゃ強い。いや、こんな感じなんですけど、限界突破してる。うわー、俺が限界突破してる。ラストスパートのおかげで、吸盤がめちゃくちゃ投げれる。ナイス、でかすぎる、そのキレ。ナイス、強っ。ビーコン、すごいな。スパッタリーがめっちゃ、置いてる。ビーコンやり。ナイス、キレ。よし、トルネも溜まる。早めに吐いちゃおう。味方一緒にこれ攻めてくれたら熱い。トルネードと一緒に前線が詰めるのかなり強いから。いや、このデコイは吸盤に任せて、オラエリアを塗る。何それ相手発想が天才だったんだけど。まあでも実は足元よく狙うと当たるっていうね。ナイス。マンタマリアのガチエリア。今、シャープマーカーネオに、イカ忍者をつけるかめちゃくちゃ迷ってます。
イカ忍者正直ありだよな。射程がやっぱり短い武器だから、イカ忍者だったらキル取れたみたいな場面結構あるんだよね。最近マジでギア考えすぎて、スプラトゥーン楽しいわ。96デコとかいろんな新武器が出たと思うんですけど、新武器が出たら、どんなギアが強いかなみたいな、めっちゃ考えるじゃん。そのギア考えてる時間が、めちゃくちゃ楽しい。こうやって対戦してる時も、スプラトゥーン楽しいけど、どんなギアが強いかなって考えてる時も、同じぐらい楽しいんだよな。最近寝る前とかギアマジで考えてる、頭の中で。一応ね、ここから裏側が見えるっていうね、マンタマリアテクニック。人状態でジャンプしながら裏見ると、さらに裏側見えるようになるから、余裕がある時は、ジャンプして裏見るの、結構おすすめ。敵が裏にいたら、わかるから。2からあるテクニックなんですけど、3から始めた人とか、頭の中に入れといてほしい。あれ、結構実用性あるからね。うわ、惜しい。今のやりたかった。吸盤に紛れて、右行くわ。こういう攻める動きするなら、イカ忍者本当に欲しくなるな。オッケー。やっぱシャプマネをキル取ろうと思ったら取れるから、次の試合イカ忍者つけよう。イカ忍者あった方が強そうじゃない？こんだけ前出るなら。基本的には塗りで動いて、たまにイカ忍者生かして前出るとか、そういう立ち回りが一番強そう。てか相手スペースシューターか。めっちゃ久しぶりに見た気がする。スペースシューターこの前アップデートで一応塗り強化されたから、ちょっと強いんだよな。強いというかうざい。こんな感じで、ひたすらにメガホン撃たれてポイントセンサー投げられると、普通に厄介、位置がバレまくるから。オッケー。これはノックアウトいけそう。まあ今振り向きでそのまま倒したらよかったのに。あ、こっちか。ノックアウトいけそう。ナイス。相手のワイパー、イカ速 3.9 か。すごいな。ナイス。草屋温泉のガチアサリ。ギアをイカ忍者に変えてきました。これ絶対強いでしょ。さっきからシャプマ使ってて、イカ忍者欲しいみたいな場面多かったから、ちょっとこの試合で、イカ忍者が強いのを証明したい。ステージも草屋温泉で、ここ結構平面だから、イカ忍者めっちゃいい感じに使えそう。ちょっと初動はゆっくりアサリを集めつつ、トルネードも貯めると。てかさ、トルネードに紛れてこれ、イカ忍者。もうすでに、イカ忍者強い。やれそう。え、すご、なんか、いっぱいやれたんだけど、やれる！うわ、その帝王マジで強い。4人やれそうだったのに。うわ、当たるかごめん。デカあたり取ってほしいな、中央にあるやつできれば。あー、俺の子供が。ちょっと気づいてなかったのかな。今気づいてたら、取れそうな場所ではあったから。まあ、ごちゃごちゃしてたらあさり消えるの気づかないとかあるあるだよね、割と。いや、イカ忍者マジで強いな。基本的には塗りまくって、たまにイカ忍者で前出るみたいな動き、マジで強いわ。やれないか。あ、ナイス。味方、いいとこで吸引書いてる。これは一緒に攻めてあげたい。ナイス。帝王使わせなかったの、でかすぎ。ナイス。これパスだ。味方。これで8個で。これやっちゃいたいな。オッケー。イカ忍者強すぎる。キル性能上がりすぎてやばいんだけど、さっき持ってたシャープマーカーと、別武器じゃない？攻めやすすぎる。ナイス、ハサミ。いやー、気持ちいい、今の。ジャンプで4発当てたとき、やばいわ、シャープマーカー。これさ、トルネードの塗りに紛れて、失礼します。イカ忍者と相性良すぎる、この武器。トルネードと一緒に攻めれるのやばい。イカ忍者。
なんなら、いや、9番ともイカ忍者、あー、9番ともでもいい。やっぱイカ忍者って神だな、短射程の。射程短い武器は、何でもイカ忍者つけた方が強いんじゃないか説まで、ある。カウント40でけー。これ右みんなでやっちゃうか。ナイスナイス。全員で見てんのえぐいな。相手溜まったもんじゃない。よし、トルネも溜まる。トルネと一緒にまた攻めたいな。危な。わ、ガチ、今のやれねえか。オッケーオッケー、今の俺もやられなくてよかった。味方ちょっと油断してたね。手を感覚で打っちゃうと結構やられるからな。あの感覚っていうのは、手をってまあ大体10秒ぐらいで終わるじゃん。だから9秒ぐらいの時点で打ち始めるみたいな。あれね、結構事故るんだよね。相手がスペシャル強化とか積んでた場合、テオの時間11秒とかになってるから、やれないから、ちゃんとね、ピカピカして終わるっていうのを、見てから打つ。ちゃんとね、目で見る、テオは。感覚だと、事故る。やれそうじゃない、相当敵固まってる。オッケーオッケー。このステージトルネード強いな。大体敵固まってるもんね、この坂に。やばい、アサリが遠すぎる。ノッカーといけるかな。オッケー、ノッカーとしたい。いけ、ナイス。ヒラメのガチアサリ。てかシャープマーカーネオ、見た目めちゃくちゃ良くない？いきなりだと思うんですけど、シャープマーネオの見た目スプラ3で一番好きかもしれない。メタリックになってるっていうか、めっちゃかっこいいんだよな。これ最初見たとき、おーってなったわ。個人的には、シャプマネオ見た目、一番好きだわ。やばい、お風呂がえぐい。痛い。これ上にいてもやられそうだから、一旦下行くか。あ、ラッキー。逃げると見せかけての。ナイス、あとお風呂だけだ。めっちゃスプリンクラーが空から降ってくる。うっ、なんかいる。なんだこれ、忙しすぎる。スマブラしてた。打ち合いしすぎじゃない？あそこめっちゃ狭いし、別ゲーだったわ。よし、このトルネードは刺さる。うん、全然刺さってないかもしれない。やばい、味方がめっちゃ強い。これ俺のトルネードを塗りを使って打ち合ってくれてるのかもしれない。そう思うことにしよう。80カウントナイス。初手80、安心する。これ絶対来るでしょ。いただきます。よし、こっちのチームあさり結構あるから、これ攻めれそう。一旦上取る。ここいれば敵近づけない。これ上取ったけど、味方ガチャあさり入れてくれてるから、普通に入れいけばよかったな。ちょっとタイミングが噛み合わなかった。味方入れいくんだったら俺も入れいってよかったな。下からこれやれる。あ、それあと1個。誰かください。わ、ごめん、味方パスしてくれたけど、ちょっとお風呂来てるから、引いちゃった。まあ、トルネード溜まるから、言うて入れれそうではある。やって、お、ナイス、入れてくれてる。わ、ごめん、今の当たるか。お風呂長。てか、ヒラメのお風呂結構強いね。圧がすごいというか、ここステージが扇状になってるから、中央のお風呂とか結構強そうだし、なかなかに厄介。お風呂ってあんまりいないから、たまにいると射程長すぎてビビるんだよな。めっちゃ届くから。いや、任せろ、守る。ここ、あー、そのトーピードは強い。
オッケーオッケー。ここ突破されなければ。それでも溜まるから。よし、これで攻めたいな。よし、しゃあねえ。任せて、この俺に。やれないか今の。やばい。マジか。うわ、ごめん、今下降りたかと思った。なんかやれてるし。頑張れ、ここ守ったらでかい。ナイス、でかすぎ。このステージね、上取られると、マジできついから。一回上取られちゃうとさ、この正面の壁登ってる時すらも上から撃たれてやられたりするから、一回上取られるとね、きついから今の味方を2キル。でかすぎた。よし、アサリ入れて、ちょっと集めるわ。いや、これギリギリ間に合わないな。一旦トルネードで。これ残り1分で、カウント27だから、もう攻めないで良さそう。上だけ取られないように、あとはひたすら守る。お、ラッキーラッキー。フォーチャイボムとトルネードでめっちゃキル取れる。ちょっと壁をね、塗っておきます。相手への嫌がらせ。ちょっと相手からしたらうざいからな。このね、9番ボム。相手からしたら、うわっ、うわーって。壁についてるガムを見たような気分になる。うわー、つけられてるよっていう。わかんない。それはわかんないかも。ちょっと俺の考え方が変化。おいートルネード強っ。よし、もう壁を塗っちゃう。ガムをつけまくる。これ相手からしたら嫌だ。で、アサリを捨てる。なんでかっていうと、これやられて相手にアサリ取られて入れられるの嫌じゃん。だから先に捨てておくことによって俺がやられても何も生まれないんだよ。俺は何も生まない。ゼロ。ゼロなんだよね、アサリを捨てることによって。ゼロになる。よし。なんかすごかったね。マシンガントークというか。いやー、それでも楽しいね。やってたらテンションが上がっておかしくなってしまう。それぐらい、スプラトゥーンは楽しいゲームです。という感じで今日、シャープマーカーネオを使ってったわけなんですけど、この武器、強いね。使いやすい。塗り特化って感じ。あと、使って思ったけど、イカ忍者これ、マジで、必須だよね。イカ忍者つけてから強くなってる感すごかった。イカ忍者のおかげで、不意打ちキルみたいな、めっちゃ取れるようになる。イカ忍者シャープは強いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。